それだけ寄るとフォーカスがどうなのかですね。あ、もうマクロになってるわ。自動で変換プログラムモードのせいかマクロになってますね、もうね。こうやってどうなるんだろうな。多分これマクロですね。ここはですね、鳥の生態観察の場所ですね。やっぱ冬の間結構鳥がですねいっぱい来てるんですね。ここで電子ズームと手動ズームの段差がちょっとありますね。風が、音はどうでしょう。ちょっと結構風あります。ノイズが入ってますでしょうか。見えないな。結構飛んでるんだけど分かんないですね。学校でですね、お日様が入ってる状態ですけどハレーションとかがどうなってるかのチェックですね。歩き取りです。歩き取りの具合はいかがでしょうかというところですね。手ぶれ補正がどれだけ、まあ歩き取りじゃ無理だろうね。結構左右に触れるような感じあるのかな。自分自身が左右に入れてるんでしょうか。